おはようございます。アクセスエンターテインメントの夢香でございます。島津健です。よろしくお願いいたします。いや本当にね、今年はもう、はい、本当皆さんにお世話になりましてね、私も元気になりましたので。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ところでさ、はい、まあ、先生どうしたんですか今日のお師匠は。あらまた健ちゃん、まだ美川さんなってるやじゃん。はい、いつもやらせていただいてます。いつもね健ちゃん、いつもね、はい、あなたおしゃべりばっかりでしょう。そうですね、テレビご覧になってる皆さん方ね、はい、いつだったら歌ってくれるのかなと思っておられると思うんですけども。そうかしら、今日は歌ってくれる。まあ、そんなお機会いただいていいんですか、美川憲一さんの歌、うん、いやでも、まあ、私今日ね、はい、この衣装で何歌おうかなと思ったんですけど、はい、今日はもう私歌うのやめましてですね。まあそんな、憲ちゃんに花持たすわ。ありがとうございます。そういうことで、はい、何歌ってくれるんですか。では懐かしい柳瀬ブルースを歌わせていただきます。はい、そして拳のふるさと行かせていただきます。いやもう皆さんね、どなして歌うのか楽しみされると思います。それではどうぞ。心も濡れる、まして一人じゃなお寂しい。憎い仕打ちと恨んでみても、戻っちゃ来ない、あの人は。ああ柳瀬の夜に泣いている。では島津健の拳のふるさと聴いてください。暮らしも慣れてはきたが、この頃よく見るふるさとの夢、だんだん畑の母の顔泣いてる裏の山、恋しさ積もる雨の夜は、拳のふるさとに帰りたい。